なだらかっていうか、ナチュラルで、すごくそういう気にもうあまりならないっていうか、うん、あのフィット感がすごく、そうなんですね、はい、よくって、はい、インパクトがあって、はい、あ、欲しいって素直に思っちゃう。うん、素敵ですよね。そうなんです、私も大好きで貸していただいております。どうしてもあの去年の新作のブレスレットをつけてみたくて、でスタイリストさんにお願いして、あのつけたいなんて言ったら、あのつけさせていただいて、でさらにあのこのシリーズ の、あのオレンジ色のものもあのつけて、ちょうどすっごく寒かったんですね、だけどちょっと元気になりました。乗り切れた。毎日つけてます。あ、そうなんですね。その時に合わせてなるべくしてますけれど、あのやっぱり特別な日とか、はい、普段でもそれでもダイヤモンドはどこかにつけるようにしてたりとか。あ、そうなんですね。これなんかエネルギーの源になるなっていう気はしますね。そうなんですね、はい、もうなんか着々とその日が近づいてきちゃってるんですけれど、はいはい、7月にブロードウェイで始まって、その後日本に帰ってきて8月1日から大阪と東京でやらせていただきますので、ぜひ来てください。